じゃあ上腕打ち方の4種類を説明します。最初が基本の打ち方で、本手打ち、逆手打ちとか言われるものです。よく上腕両ターンを持って、前の手を腰に引きつけて後ろの手で打つ。で、後ろの手を逆手にしたのが逆手打ちです。これは決算に打つことも、ね、できます。逆サイドに打つことも、できます。ここのところから上段打ち、腰につけて相手の三号を打つ、同じように逆手で三号を打つ。はい。もう一つの打ち方は剣の使い方と同じで、そのもろ手打ち。同じように上腕から三号に打っていきます。剣と違うのは束の長さの制約がないので、割と広めにとって構えることができます。剣だとここで束の制約があるので、狭くとなるんですね。あとは刀の特性に合わせて切るんですけども、この場合はこうですね。それとあとは左右均等ですから、ここで持ち替えて、ここのところでこういう持ち替えを使って切ることができます。そして棒の時と同じように、打ちと打ち込みと打ち払いと3種類の打ち方ができます。これが2つ目の打ち方ですね。それから3つ目の打ち方は片手打ちです。片手打ちは居合と同じようにスッと これが抜き打ち、片手抜き打ちです。それと回し打ちというのは、例えば一文字打ちを打ちました、これが回し打ちですね。抜き打ちはこうスッとやって、こちらを鞘手にしてこういう打ち方をしましたけど、回し打ちの場合はただ離して打ってという違いです。で、これは逆手抜きに相当する抜き方も可能ですね。こういう持ち方かな、こういう抜き方が可能になります。それで最後の4つ目の打ち方は棒先を使って、これを拳代わりに空手拳法をやってる方でしたら、直近の場合になった時にそのままこの棒先を使って相手を打つと。それともう一つは
ここで金敵を救う、こっちで金敵を救うとかいう、直近の間合いでの使い方が、情報の4つの大きな、使い方になります。